ロイドご飯の時間が来ました。イエイ。はい、今回はですね、神奈川県、大和島でやってきました。はい、お久しぶりでございます。はい、久しぶりに、天狗屋さん、行ってみたいと思うんですけども、いや楽しみですね、何を食べようかあれもこれもって言っても、いつもの定番にやっぱ落ち着くんじゃないかという気がしております。はい、はい、それと、まあ、今回ちょっと時間的にも、お酒は飲めない時間帯に行くということで、はい、それとも大丈夫ですか。大丈夫です。あのお肉を食べるために今日はやってまいりました。はい、はい、行ってみましょう。はい、GO。はい、ということで、このカルビ、ハラミ、牛ロース2人前ずつと、この牛ホルモンに来ました。いや、楽しみですよ、これは。久々やもんな。久々。それと、この千切りキャベツ、レギュラーと、おしんこ、もうぬか漬けですから、それとライス大、来ました。はい、はい、今日、時間が過ぎたので、そうね、アルコールは今日はなしということで、はい、でも、もう食べに走ります、はい、今日は。いただきます。はい。結構かなり満杯に入ってるからさ。ロース来ました。うん。そうね、分厚いね。分厚い。久しぶりに見たけど。これが牛ホルモン。ああ、美味しそう。大ライス、ハラミ、これ結構分厚いじゃない。分厚いよね、基本的に。で、これがカルビ、すごいな、カルビの盛りが。いやー、感動がやはり蘇るね。で、とキャベツサラダ、レギュラー、はい、二郎盛りです。これ結構、いつもね、あの大倒し、すごくし、あれをね、思い出すんだけど、おしんこ来ました。うん、美味しいんだよね。美味しい。うん。甘辛しいのが美味しい。ロースからいきます。すごい分厚い。すごいね、一口でいけるかなっていうぐらい。ちょっと難しそうだね。これでかない？本当に。いや、すごいっすよ。すごいな。これなんかまるでステーキみたい。そう、分厚さも完全ステーキ。バンザーイ。いい感じです。すごい。本当にでかい。いきます。はい。うん、まっ、また重い。いきます。いい形なこと。ハラミいきます。ハラミもすげえ分厚い。ネギを絡めて、ハラミがね、私は大好きでね。はい、なんで？ハラミ大好きだし。うまいよね。うん。なんかハ
ラミって本当に昔あんまり馴染みなかったですね。なかったよね。そうだからなんかハラミステーキとかね今普通にあるけど、うん、あんまり食べた記憶がないんだよね。確かに、うん、うまいっすよ。美味しい。適度にね張りもあるし、でさっぱりしてるしね。ね、ちょっとこう焦げたとこじわじわしてんのはね、いいよね。いいんだよね。まあそう。そう。じゃあハラミいきます。しっかりしてるね。うん。いいね、しっかりしてるね。うん。ゴリゴリしてる。うまっ。うん。うまっ。うカルビです。2人前ですから。いつもバラの花のように。とりあえずこの3つ頼んどいたら間違いないね。ただなんていうのかな、このカルビがそぎ切りっていうのかな。はい、すごいですはい、食べてきました。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
うまかったですね。美味しいね、うん、あのねやっぱり食べ慣れてると思うんですけどね、うん、毎回だけどねやっぱり毎回新鮮な感動がありますね、うん、あそこのお肉はねこれこれって感じですよね。あ食べた瞬間 ね、うん、今日はまたあのロースがねひときわこう分厚く、うん、そうそうそう本当にステーキっぽいっていうかね感じたね、うん、だけど、うん、あの噛むとかなりあの柔らかいので、はい、まあ全部一口で一気に食べちゃいましたけど、まあそうなんですよ ね結局ね一口でいってしまうんですけども、うんうん、あとやっぱりカルビの量がすごいですね。すごい、うん、本当にすごい。前は結構3人前とか2人で食べてたんですけどよくよく考えたらすごいことだね。そう今回2人前ということでそれでも相当すごい量でしょ。いやすごいと思うよ。他の店で食べても、うん3人前以上あると思うんですよ。 3.5 人前いや軽くあると思いますよね。うん、でちょうどあの私先に着いたもんで待ってた時に、はい、あの、うん、お客さんが出てきた時に女性の方がね、うん、いやここのお肉は素晴らしかったわって言ってすごいもう大絶賛で、うん、また来るわって言いながら出てこられた方がいらっしゃったんで、うん、まあ気持ちわかるわと思ってね。本当に、うん、もうなんかもう豪快で、うん、もう惜しみなく肉を出してくれるっていうね、うん、これが本当最高ですよね。うん、あとご飯の盛り、うん、あとキャベツの盛り、もうね、すべてが豪快。いうことございます、ね。しかも美味しいというね。そうなんです。うん、本当に最高でしたね。いや最高でした。あと忘れていけないのがこのおしんこもうまいんですよね。そうなんだよね。うん、やっぱりねぬか漬けっていうところって意外とこう少ないじゃないですか。はいはい、塩でね揉んであるようなところも多い中で、うん、やっぱぬか漬けっていうのがいいですね。うん、嬉しいです。はい。で、うん、あとホルモン。うん、ホルモンもあれ1人前であの量でしょ、うん、あれもねほんとびっくりする、うん、でしかも、ね、味が、うん、噛めば噛むほどものすごい旨味が出るじゃないですか。そうなのよ。あの味噌だれのね味の加減がね、うん、ちょうどいいんだよね。そうなんですよね、うんうん、いや本当にあの炭火で焼くとまたあの香ばしさが増して、うん、あれも本当酒型やばいでしょね、うん、本当酒型やばいと思うし、うん、でやっぱりねいろいろメニューはもちろんあるんですけども、うんやっぱあの何ビッグスリーには勝てませんね。まあ確かに、うん、あれは絶対欠かせません、はいはい、あと炭先とか、うん、炭コロありますよ、ね、これはもうちょっと早い時間で売れ切れるっぽいの で、うん、そうですね、それを食べたい方はできるだけ早めにお早めに、はいはい、行かれることをお勧めします。はい、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。